崔高志守は大韓民国出身のサッカー選手。Kリーグクラシック、全南ドラゴンズ所属。元韓国代表。ポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー。延喜小学校、中東中学校、中東高等学校、足間大学校を経て、ニガーユナイテッド FC に入団。2007年、ホコスティーラースへ移籍。同じ、右サイドを得意とする、ゴ・ハンシャクとのポジション争いに敗れ、ベンチ要員になることもあった。しかし、ゴが横浜 FC へ移籍したため、再び出番をつかみ、同年の K リーグ優勝に貢献する活躍を見せた。2010年は FC ソウルに所属するが、2011年から2012年までの2年間は、兵役のため、湘州湘武フェニックスに所属する。2012年9月10日、兵役期間終了に伴い、FC ソウルへ復帰。2008年5月、2010年 FIFA ワールドカップ、南アフリカ大会。アジア3次予選、ヨルダン戦に臨む韓国代表に初招集され、同年6月14日のタジキスタン戦で代表デビューを飾った。2010年8月11日のナイジェリアとの親善試合で代表初得点を記録。その後もコンスタントに招集され、AFC アジアカップ2011のエントリーメンバーに選出された。韓国代表の右サイドハーフ。172cm と小柄ながらも、積極的な突破からタンクと称される。ホコスティーラースのセルジオ・ファリアス監督から、韓国最高の MF と評価された。ありがとうございます。